どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリーです。本日なんですが、皆さんはファントムオブカオスというモンスターご存知でしょうか。このモンスターどういうモンスターかというと、攻守ゼロの悪魔族となってまして、もう完全にユベルモンスターなんですけども、一旦に一度自分の墓地の効果モンスターを対象にそのモンスターを除外して、効果をと、攻撃力をコピーしますっていう効果になってます。はい。ファントムオブカオスを、まあ、要は、効果コピーして何をしたいかって話なんですよね。で、まあ、いろいろ効果モンスターって何でもコピーできるんで、めっちゃ何でもコピーできるから強いんですけど、今回はちょっとね、天魔神ノーレラスっていう、うんこみたいなモンスターいて、これをね、の効果をコピーして、前半デスをするっていうギミック。これをちょっと、使っていきたいと思います。天魔神ノーレラスっていうのは何するかっていうと、効果、千雷払ってお互いの手札フィールドのカード、全部墓地に送って、自分はデッキから1枚カードをドローするっていう効果なんですよね。これは一応先行でも使える効果になっておりまして、ノーレラスを、ファントムオブカオスの効果でコピーするファンカスノーレラスっていう、まあ、この、動き、これがなんと、ユベルギミックで確定でできるようになりました。ね、まあ、ちょっとコンボパーツはいくつかあって、その、2枚コンボなんだけど、姿勢の開門、オア将来神プラス、サクリファイスデモンロータス、オアスローみたいな感じだ。まあ、要は、いろいろ組み合わせがあるんだけど、その2枚が組み合わさると、ファンカスノーレラスがなんと、確定で先行で決められますんで、ちょっと今回は、先行で、相手の手札とフィールドのカードを全部っぱして、で、自分だけファントムオブユベル立って制圧していきたいと思ってます。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あ、ハンドはいけそう。ちょっと G とかは弾けねえから、ちょっとあれだけど。いきなりファントムオブユベル出せないですね、このハンドだと。 G ケアいきなりできるのがね、あのファン、ユベルデッキのいいところなんだけど。これもこう召喚するしかないか。召喚して、で、打たれた、あ、うららは OK、 うららは OK です、うららは OK です。ちなみにね、あの無限抱擁って言われても、あのこれ持ってなんで全然大丈夫で、このアルミラージ変換してから、もう一回蘇生して、サクリファイスデモンロータス召喚しに行けばいいんで全然大丈夫なんですけど、でサクリファイスディーロータス効果発動、スピリットオブイベル特殊召喚、これあと2ビルなければ大体なんとかなりそうなんだけど、ちょっと展開の都合上でユベルがいないので、イベルも落とすわけいかないんで、これはちょっとファントムオブイベルを着手するのがかなり遅くなるんですけど、大丈夫ですか。全部通ったらいけるはず、これだったら。はい。あ、で、ちょ、コンボパーツは一応、あの七星の開門プラスオア、暗黒の将来神プラスサクリファイスデモンロータスオアスローンみたいな、なんか意外となんか結構決まります、あのコンボ時代は、ね、で、グレーブスクラム特殊召喚で、カード破壊しないで、一旦山出して、OK。で、山でシャバラ。デモンスミスあったらな、余裕なんだけどな。デモンスミスマジで、来てるユベルとさ、デモンスミス来てないユベルって結構違くて、展開方法とか、あと手数とかもね。結局その、デモンスミスって何が強いかっていうと、あ、OCC の方のギミックなんだけど、デモンスミスの何が強いかっていうと、手数になるんだよね。めっちゃ強いね。まあ、後手まくりにも寄与するし、あと先行展開伸ばすのにも寄与するから、なんかめっちゃ強くなるんだけど、まあ、破壊ってさ、引いてもさ、それだけだと手数にならないことが多くてさ、そう。まあ、それがちょっとね、問題点ではあるよね。で、ヘルブグレイブスクアーマーの効果発動。で、スピリットオブユベルを特殊召喚。はい。で、シャバラ効果発動、スピリットオブユベル爆破して特殊召喚で、スピリットオブユベルだけ効果発動して、ユベル特殊召喚するで、一旦、スパプロ出し行く、スーパープロデューサー君表側のカード破壊できるんだけど、これでね、ユベル破壊して山の効果起動していくって感じですけどね。はい、で破壊装局でスパプロ効果で爆破で、びっくりしてユベルの効果と山の効果が起動。山は、カードが破壊されると
自分の墓地から悪魔族モンスター特殊召喚しながらフィールドのマジックトラップカードを手札からもいけるのか、悪魔族モンスター手札墓地から特殊召喚しながらフィールドのマジックトラップカードを爆破できる。破壊装局爆破してで、ユベル出すアブシェリックリッターが出てくる。で、破壊装局効果発動して、デッキからシュヤーマ出す。で、ベアトリーチェのをエクシーズ召喚し、OK。で、こっからですね、コンボパーツ落としに行きます。永遠の宿女、ベアトリーチェの効果。オーバーラインユニットを1個使って、自分のデッキからノーレラスとかいう意味わからないモンスターを持ち送る。意味不モンスター持ち送る。で、リンクリボーに変えます。はい。よいしょ。ほんで、バリケードベルク出します。よいしょ。で、バリケードベルクの効果。エンドフェーズに、フィールド魔法か永続魔法を回収するという効果。そして、同じ属性で種族が異なるモンスター3体で陸召喚。あらあれよ。ライトロードドミニオン級です。で、ドミニオン級の効果。ファントムオブカオスを墓地送って、でさらにカードを3枚墓地送る。で、姿勢の開門の効果発動。手札を1枚墓地に送ることによってファントムオブカオスを特殊召喚。これ知ってます？これ墓地のね、なんだっけ、闇属性も高画モンスター、高画モンスターの効果コピーできるんですよ。これ、僕の名前はノーレラス。僕の名前はノーレラス。ノーレラス効果発動。手札フィールドのカードを全部パー。で、俺だけワンドロー。サラマングレイとか。え、なんかスネークアイ入ってんな。超反応。サラマングレイとスネークアイか。とりあえず一旦、スプリットオブイベルと、いや、第二形態とかでいいか。一応これ、前半ですした後にファントムオブイベル出せるっていうギミックになってまして、はい、よし、これで蓋するぞ。で、エンドフェーズにちなみに永続魔法は返ってくるからな。強いでしょ。リソース回復。開門どうこれ。強くない。これが僕が考えた最強デッキ。前半ですしてファントムオブイベル立ったら勝つだろ理論。あ、いいだろう。それはいいだろう。その具合は許してやろう。クイム、スネークアイ、なんだっけ、ポップレス、いいだろう。ポップレスの効果は出てきたサーチ効果止めればいいので、大丈夫です。はい。で、ポップレスちゃんの効果発動どうぞ。ここを無効にして、もうあとこれ何もできないですよね。で、ファントムイベルの効果、相手の発動したモンスターの効果を書き換える。お前は、私のデッキのイベルを破壊するに書き換えるのである。さあ、スピリットオブイベルを、破壊し、スピリットオブイベルの効果を発動。スピリットオブイベルの効果によって、ユベルを特殊召喚。君が悪いんだよ。君が悪いんだよってよくないよね。すぐ人のせいにするからね、ユベルって。なんか、よく君が悪いんだよって言った気がするんだけどさ。やっぱ自分の、やった悪行というか、諸行を、まあ、顧みることって必要だと思うんですよね。ああ、まあ、ポップルスどうぞ。リンクにも関係ねえわ。もともと攻撃力ゼロだから。もともと攻撃力ゼロだからリンクにもマジで関係ねえ。俺のターン。ドロー。ナイトメアスローン強っ。ナイトメアスローン。はい、発動。で、ナイトメアスローンで、攻守がゼロの悪魔族モンスター一体を手札に加えることができる。これによって暗黒の将来心から加えてきます。まあ、だけましてデモロタスでいいか。手札に加える。そして、姿勢の開門の効果発動。姿勢の開門によって暗黒の将来心を手札に加えていく。そして、姿勢の開門の効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによって、自分の墓地から攻守ゼロの悪魔族モンスターを特殊召喚することができる。これによってスプリットオブユベルを特殊召喚。スプリットオブユベルの効果を発動。スプリットオブユベルによってナイトメアペインを1枚セット。そしてナイトメアペインを発動。ナイトメアペインの効果によりフィールド上のスプリットオブユベルを爆破し、バキーン、ユベルダスアブシェリヒリッターを手札に回収。さらにスピリットオブユベルの効果を発動。ナイトメアスローンの効果も発動。ナイトメアスローンの効果によって
ファントムオブユベルをデッキに返し、さらにスプリットオブルベによってユベルを墓地から特殊召喚、ユベルが特殊召喚に成功した場合、墓地のガイストーチゴーレムの効果、びっくりして相手の盤面に特殊召喚。的できた。的できた。ウィーバトルいきまーす。俺の戦闘ダメージは、俺の痛みはお前が受けろ。私の今まで受けてきた苦痛を全てお前に返してやる。対戦ありがとうございました。これが僕の愛なんだよ。ノーレラスとファントムオブカオス集合してんじゃねえよ。ワンチャンでもこれファントムオブカオス出せたらノーレラスで全部っぱかませられる、かませられる可能性があるな。ワンチャンあるかねえよな。これテクタ弱すぎない？これファイルアームドドラゴン、はい。さあ、なんか謎のパイルアームドの効果によって、これアームドドラゴンデッキですか。これ万丈目さん、そういえばちょっとね、残念ながらね、まあ突然にね、お亡くなりになってしまったということで、まあご冥福をお祈りしたいんですが、いや本当、まあ、万丈目純のね魂は、まあ僕らディベレストが、まあ受け継いでね、これからも使っていこうと思ってますよ。はい。まあ、満場目デッキはやっぱギミックがね独特で、僕めちゃくちゃ好きなんでね、まあ、お邪魔しかり、アームドしかり、そろそろちょっとお邪魔デッキにも魔改造モンスターちょっと欲しいですけどね。ブラスター、はい。テンペスト除外は結構やばいな。ブラスター、テンペスト、あれだ、アームドセールだ。これアームドセール結構強いんだよな。コアキメールドラゴンやばちょっと待ってやばい、あいつがいるとお互いに光闇属性モンスターを特殊召喚できないぞ。おい、ちょっと待ってくれ。俺は闇属性テーマなんだ。闇属性モンスターを特殊召喚できないから何もできない。おい、ちょっと待ってくれ。いや、これ怪しいな。ちょっと不穏な空気が漂ってきたぞ。スターシップ、ギャラクシー、トマホークだと。やばい。宇宙だ。やばい。宇宙が巻き起こっている。あかんかもしれん。うわ、ガチでやばいこと起きてるかもしれんぞ。あ、うわぁ。結局さ、アームドドラゴンってさ、こうなっちゃうんでね。なんか、アームドドラゴンするより、結局トマホークした方が強くねってなって、なんか、アームド清流みたいなのできて、大体こうなっちゃうんですよ。いや、盤面強すぎて草だな、これ。ドライオントークンと、暴天荒か。あ、なるほど。で暴天荒で、あ、九死サーチね。やば。あっかんわこれ。うわ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 、最悪。何これ、召喚制限、パワーフィルター、えやば、正義からモンスターを特殊召喚できない。え、これユベルもしかしてガンメタしてる？なんか俺気づかなかったけど、これもしかしてこの人ユベルガンメタしてる？いや、俺攻撃力繊維からモンスター特殊召喚できなくて、光闇属性モンスター特殊召喚できないってこと？え、何すんの俺これ？何もできないか？モンスター何も出せないか？なんだこのゲームは？